チュンとフロントダウンスでーす。よいしょー、爆発あったね、一回ね、今。びっくりした、爆竹投げたからね。ただ、鼓膜破れてないから、チェックだけしてもらって。大丈夫？本格的にやむ気いってもね。今回行う企画、はい、コンビニで1000円ぴったり買い物をやるまで終わりません。コンビニ行って、はい、1人1品ずつぐらい買う、はい、合計金額が1000円ちょうどだったら終われます。1000円未満だったり1000円以上だったりした場合は続行。なるほどね。1000円ぴったりや、本当にぴったり。1000円プラマイ300ぐらいはめっちゃやる気ない。500ぐらい、やる気ない、見応えゼロなんやまあ、さ、金額だけでやる気の部分確認するんでやめてもらって。確認されるやろ、今回に限っては。今回に限ったら確認されるよ、多分。誤差50、誤差50、誤差50。だから1050円から950円の間までだったり、これなかなかむずいっすよ。でもいや、まあまあ、ちょっと待ってね。950から1050円、1050から950円。いや、細かいな、細かそうだけど。あなたがおった、進まない。早速買っていこう。はい、いきます、せーの、じゃあ、ま、1周目買ってきたー。もうさ、ちゃんと1000円ぴったりしてよ。いや、なるやろ、うん、揃えてないもん、顔が含めや。ほな、僕からいきますね。はいはい、今回買ってきましたのが、どどん、チンジャオロース丼。まあ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 、550円。なんで550円。550。まあまあ、これ視聴者さんに言うとさ、これ朝撮影しとるやん。朝ごはん食べてないんや。朝じゃない、これ日々言ったけど。1000円ぴったりで500円越したらもう、あの、断罪よ。もう、あの、処刑、マジで、ほんと、もう、あの、滞在人よ。なんか、うまい食べない、なんかやばい人みたいな食べない。え、でもこれみんなが協力できてないと完遂しない企画なんよ。確かに。あ、タード、ん、それ一番俺が思った今。信用は失ったね。あとの人が。そうよ、確かに確かに、うん、じゃあ、りょうさん発表お願いします。僕が買ってきましたのは、はい、出ましたよ、うん、その茶色い袋ね。ぐっ、ミートミートミートです。ミートミートミート、違う、ぐっ、いや、ミートミートミート、戻ってます。座れ座れ、もういいわ。430円。お前高すぎやん。何よ。あ、今なんぼ。今980円。お前のお前980円。いけるくらい、いけるくらい、いけるいけるいける。まあ、どちらでも、もう今回はもう1000円いかんのこと分かっとるけん。なんで、じゃあうまい棒じゃない。うまい棒じゃないやん。ないやろ、チロルチョコでも。まあやる気ないやろ、うまい棒買ってきた。豚カルビ丼、お前300円。お前さ、399円。あ、これ今ね、安い安い言うでもどぶない。俺はもう、あの、絶望感じたよ、真の弁当見た瞬間に。どんな気持ちで俺らにツッコミを与えとったのかわからん。現状で多分みんなめちゃめちゃ腹減っちゅうとは思う。そうなんよ、ほんまに。あれってことは高津さん、いや、そう、嘘でしょ。いや、まあもう、いや、実は僕エヴァのフィギュアです。待って、お前何本何本、何本、これ550円。おーい、俺ら2000円ぴったりしようた。あ、ちなみに、ちゅ、ない、ちゅ、ない、ちゅ、ない。550円。1929円。惜しいね。一回ルール説明もう一回しようか、ここね。そうだね。じゃあ、いただきますか。食べようぜ。いただきます。あ、いただきます。あ、うまっ。全然あげよう思ったら全然あげれる話ではあると思うよ。ちょっと暇やったら地図買っていいで。コンビニのネギ塩弁当マジうまい。もち麦が入っちゅうのがいい。そうそうそう、わかる。このパスタもめっちゃ高校の受験の時に塾で食いよって。誰がお前高校受験者や。俺してねえよ、受験。そこまで言ってねえよ。しとけ。うまっ。あの、罰ゲームじゃないよ、俺。みんなおかしいんよ。じゃあ早く食えよ。結構量あるね、これ、うん。3周目気合い入れていくよ。俺が音を、誰が悪いわけじゃない。音取れてなかったのは、ひとしが一応マイクカチカチなんかする担当やけど、ひとしが悪いわけじゃない。バッテリー入れ替えた後にオンにし忘れとったけど、ひとしのせいじゃない。大変申し訳ございません。俺マジ今回狙いに行った、うん、1回も音取れてなかった。2回もバカみたいにもう2000円ぴったり目指しとったけん。多分これヤバいなと思って。マジで。お、ちょび上げビーフジャーキー。
え？おお。また犬のやつじゃん。犬ではある、犬ではあるけど、またっていうのは先ほど音がなかった2回目の時、あの人たちは犬の餌買ってきたんですよ。よく見てみてください、犬の餌買ってた。134円。けどいいいいいい。そう。じゃあ次だ。おい。で次俺がね、さっき2個同じのっていうかセットのやつ買わせてもらったやんか。で、でまた？お前。いやこれね、実はね、2個買ってフォルムしかないわけよ。ライフルを持たせた方やけど。長距離ライフル。あるんすよライフル。なんなんこいつ。ほんでローソンもなんかパーツずつ買わせんなよ。ディアゴスティンだ。ディアゴスティンやね。ディアゴスティンに変わってすごいね。550円。まあでも俺が130円に抑えてることによって、ありがとう。意外とここよ、まだ見てここパスタおるよね、そういえば。2回パスタ行った人間が3回パスタ行くかっていう。そうなんよ。しかもさっきの反省ね、430円を貫き続けるのはきついっていうことに気づいたから。あ、まあ確かにね。あ、まあまあまあ、先方変えてくる、行くわって俺言って。いいよいいよ。確かに確かに、あるであるで。チロルチョコ。おお、いやいや、悪くない。22円。おー、706円。頼む。94円以下。元取れてないって取れたか大変やけど、頼む。本当に3回目に帳尻合わせない、頑張って。いい？見るよ。ドレッシングはいかがですか？いらん。マジかー。じゃあ1個だけ借りてみよう。ちょっとやっぱ1個だけ、あとはもう実家の相手にあげる。テシン、テシンにあげる。テシン P 入れとく。テシンいいよ。どっちどっちどっち、 P いるかよ。なんかないかもしれない。いるいる、P いらんか。いるね、めっちゃ。うちの子供。一応ビーフジャーキー食べてみるわ。なんか犬やね。それ犬だ。犬だ。犬って別に共食いする生き物じゃない。まずっ、吐くそ。もう犬用品買えてくないんやけど。誰も強制してないよ。強制してない。俺何が犬用の飯よりこっちの方がきついわ。いやね。うん。ああ。口内炎にアホほどしみる。はい、皆さん4ターン目です。あいやー。揃えたいし、マジで勝ちて、うん、なんかいっぱいコンビニで疲れたもん。確かに。俺から行きます。しかも今回いいよ。ローソン飽きたってほんま言ってた。確かにね。私4品目、はい、ただん彩りミックスサラダです。そう、あなんか無性に野菜食いたくなってる。ドレッシングだけ飲んだきゃね。138円。おお、まあまあちょっと安いからね。でもええ感じになってきた。でしょ、こうやって調合わせればいいんだよ。そう、りょうさん任せて。俺が帳尻合わせの量って言われたのは何年前の話か。じゃあダメよ。香ばしい炭火焼き鳥。美味しそうやね。うまそう。238円。238円か。ちょっと俺逆に心配やね。でもね、最初はもうバカで店に行きよったけど、もうでもまだ確かにエヴァおるけど。確かにエヴァおったらちょうどいい。エヴァの人おるわ。エヴァの人何が。エヴァの人何が。エヴァの人って言うの。エヴァの人。フィギュア探したかよ。探すな。探したけどマジなくて。あっぱいもない。おー、いいでしょ。値段がなんとジャスト250円。おおマジ。そう、250ね。これあと4つあった。4つはなかった。これ最後やったもん。あ、ま、これはマジで日差しに期待だよ。今日一チャンスよ。どんな犬の餌か。俺が買ってきたのはカツオの猫の餌。もう猫は誰にある。誰も飼ってないじゃん。118円なんやけど。無理よこれは。でけいかなさすぎやわこれは。ほんでファイマでもね、ドッグ系買おうと思ったんよ。そしたらファイマドッグ売ってないです。猫系しか売ってないです。ホントファミマ猫に強い、ね、そう、動物でさ。スピードで。ローソンは犬か。いただきまーす。あ、めっちゃ強いぞ。あのタイプ長いね。おお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 おなんで買ったんそれマジで。同じくらいの値段で別のやつあったやろ。俺が言うのもおかしいけど。うえー、うまそう。炭火はうまいで。いいな人間の食いもん。負けもんよ。そろそろ揃いたい。そろそろ尺的にも。頼むぞちゃん。いいジャブ欲しい。さっきから思うけど、いいジャブって何。そう、ちょっとジャブって言う。いいジャブ。
最後ストレート決めれるようにね。ジャブジャブボディーストレートやね。あ、じゃあ俺ボディーぐらいか。いや最初にボディーの方がいい。もうどうでもいいよ。マジでどうでもいい。その通り、本当にどうでもいい。ありがとう。顔面アッパーでもう終わりでいいやん。そうか、確かに。あ、ボディーの方がいいんか。だけどどうでもいい側でおれ。お前はなんで飲まれるの。ドレッシングです。いや、またもうどうするんそれ。サラダも食ったやん。なんかちょっと次飲んでもええように減塩減塩すな。まあ、僕はもうあの3人がちょっと高いの行くかなと思って、うん、俺はあえてこの安いので。え、どうする。もう寝るねよ。130円。2人合わせて158円はやばいよ。ちょうどよかったなっての感じだ。おお、結構ね、俺ナイファインプレーやと思う。え、マジファインプレーやと思う。チンプライターです。あー高いよ、意外と高いよ。528円。おお、マジよ。めちゃくちゃいいよ。え、フリかと思ったよね。めちゃくちゃいい。絶対チロルチョコと思ったよ。まずあと310円よね。あ、ワンチャンあるんじゃない。264円でもいいし。え、けどあるんじゃない。これマジでありえるで。一番近い。僕が買ってきたものは金柑パウチマグロ。えワンチャンある。猫ちゃんの餌ですね。もう突っ込まんもんね。わからん、全然わからん。値段264円以上やったら119円。はい、119円なんや。これコスパ意外といいんすよ。ただ合計は805円よ。あー、いやキャッチ。805か。俺900台は行かせるべきやと思ったわ。まあでも過去一近いんじゃない。一応過去一近い。ではある。次頑張ろう、次頑張ろう。そうだね。寝る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 。じゃあ作りましょう。でも寝る寝る寝る久しぶりやね。でもこれほんと一生のお願い。もう YouTube5 年目やろ、うん、そろそろさ、もうこう持ち上げてさ、女性さんに見せる感じでやってくれんか。もうこれはおもろいわ。俺が作りたいからおもろいわけで、女性、うん、さんこれ見ても何もおもろないやろ。おもろいんよ別に。久しぶりに見たいなって人が全然回収できんねん。水をいっぱい入れるんですよ。説明する気あるんかないか、どっちだ。これ一番の粉をね、こっちに見せんでいい。視聴者さんに見せてくれたらそれでいい。一番の粉入れます。うんうん、そう、さーって入れるシーンとか、こうやって、おい、もっとこうやってこうシーンっていいやん。あー、すごい、色変わっとる。おー、すごいすごいすごい。それを見せてあげてなあ。ちょっとジェル状になってる。見えてないって、色変わるやろ。そう、持って。もうちょっと近くで入れてーやん。見えてないから。混ぜるときは見えるような位置で。でーなんです。すごい、なんかめっちゃ色変わった。でー、それを見せて。別に視聴者さんもそこまで求めてないよ。でるでるでるで。あ、ねるねるねる終わった。はい、じゃあ6周目。よっしゃ。だからもうみんな分かるっしょ、俺次何買ったか。サラダや。サラダ。ここまで来たサラダ。サラダときて、ドレッシングときて、うん、だからドレッシング、サラダ、ドレッシングの次。この音、うん、誰が分かるこれ。モンスターの新作です。すごっ。206円。ああ、まあ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 、マジでマジでいい。やったっしょ。これ28円からの飛躍がすごい。ありがたい。値段的にはいいとこやろ。まあいいとこいいとこ。こんな見たことない新作やろ。それはマジで。それでしょ、湧くっしょ。湧く湧く。あいあい。安直か。僕いくよ。今日はみんな大好き。ああ、おいしいやつ。いちごにしてきたわ。227円。うわ、待って、ありちゃう、ほんまに。ありなんちゃう。初めてよ、この2人のペアでちゃんと500円近辺出したの。もうほぼここ2人が足引っ張っとったもんやけんね。じゃあ次俺のやついっていいですか。はい。ポテトチップスビッグマックでーす。これ急にこれみんなまとめさん買い出したね。急にみんなやめたくなってきた。みんな調子直して。314円。314円。744円です。うえー、待って、どんぴしゃ来たここで。セブンの動物ラインナップ次第なんよ。見た？見たけど200円台なかったけど。終わったやん。僕が買ったのは犬のおやつ鶏ささみガムです。でしょうね。でしょうね。あなた206円以上やったら OK。 206ある。いや、あ、犬のやつってそんなに一食ずつ的に結構安く考えるけど、これは250円です。
ほんまにすごい、ほんまにすごい、衝撃受けた。セブン行ってセブンイレブンさんって俺これ欲しかったよ、ほんとに990円。ちょ、マジで、サシャクを、サシャクを人のもう、最初に妻元確かにモンスターもコップで分ければいいし、このポテチもサシャも分ければいいし、3人で分けるわ。そう、犬のおやつも分ければいいね。4人でパーティーして終わりやねんさ。パーティーして終わりやねんさ。一番硬い、一番硬いか、これ。食べ終わり、まずっ。